おはようございます。ひかりです。今日はね、2018年10月14日、朝の7時45分です。はい。本当はね、昨日も動画作りたかったんですけどね。ちょっとね、あの、まあちょっとね、最近ちょっと体調がね、いまつっていうこともあってね。ちょっと動画昨日は作れなくて。ね今日になったんですけど、手元撮影で撮りたい動画はいくつかあるんですけど、ちょっとね、別の部屋で撮ってるんですけど、その部屋がね、あの、あの 親がね、使う用事があって、その部屋はね、退去することになったんで、手元撮影する大きいテーブルがないんですよね。この自分の机でやるっていうの方法があるんだけど、まあ物いっぱいだし、まあでもこの机でやるのが一番いいのかな。うん。だからちょっと見やすくはならないと思うんだけど、ごちゃごちゃしちゃうと思うんだけど、この机で手元撮影はしていく動画をいくつか作るかもしれないです。そしてね、今日はね、朝ということでね、部屋の電気はもう朝まで消えてて、 窓が、窓っていブラインドと窓が開いてて、カーテンが開いてて、で、ライトつけてるんで、ちょっとね、この、顔の陰影とか、その、なんか、暗く映ってたりするんですけど、まあ、朝の雑談だとね、こんな感じになると思います。今朝はね、本当に、なんだろう、雑談なんですけど、やっぱ今までずっとね、雑談結構、考えをまとめてから話し始めていたのですが、うん。やっぱりね、あの、ツイキャスを見てたり、あと元気なおじいを見てて、やっぱ思うんですけど、 あのな考えて動画出さないぐらいだったら、もう考えずに、まあか、おじが考えてないとかさ、キャス主が考えてないとかじゃなくて、なんか、いつ見てもいるとか、毎日何かしらアップしてると、それがやっぱ重要になってくるのかなと、僕ちょっと思ってて、はい。なのでね、やっぱり、うん、YouTube いつ開いてもね、だいたい1日に1本以上はね、あ、ひかにまた動画出してる、今日こんなことしてんだ、あんなことしてんだって思ってもらえる方がね、僕はいいかなと思ってるんで、うん。 なので今日もね、ちょっとあんまり考えまとまってないんですけど、朝の雑談ということでね、今日もね、あの、やっぱりね、最近元気なおじいが、なんか、ドール関係とか、なんか提供品とか、あと何だっけ、そういうのもやめちゃって、今はもうネット関係っていうか、ウルトラギガモンスター、ソフトバンクとかになっててから、若干見てなかったんですけど、やっぱり雑談とか見るとね、うん、刺激されてね、その話の内容をちょっとパックる感じになるんですけど、 やっぱりね、今もうさ、スマホとか、あとネット環境ってさ、仕事であったり、生活であったりさ、もう必需品じゃないですか。もうライフラインに近いと言っていいのにさ、やっぱり分かりづらいですよね。<laughs> うん、なんか変な感じ、高いし分かりづらいし、詐欺、も詐欺じゃないですか。大手さん社とか、あと他もまあ結構今、ね、詐欺だったり、あと、なんだろう、お金取るくせになんかまだ全然システムが整ってない。システムっていうか、 ね、なんか整ってなかったりするじゃないですか法整備かなんか分かんないけどうんだから本当にね嫌なんですよあとやっぱ日本は今ね、うん、なんか悪,悪くて賢いやつが、うん、なんかなんかいいやつ顔しちゃう世の中なんで、うん、なんかねちょっとあんまり日本にいたくないなっておじいが、ね、マレーシアに行くって言ってたんだけど僕はねなんかもうちょっとなんだろうヨーロッパとかに行こうかなと思っていたんですけど なんかマレーシアがいいのかなわかんないけど、俺もマレーシアに行きたくなりましたよ。うん。てかね、俺はね、あの、まあ、マレーシアに行くとか、そういう永住ってわけではないんだけど、2020年の1年間は日本にいたくないなと非常に思っていて、やっぱりオリンピックがちょっとあんまり僕はね、好きじゃないっていうかさ、うん。あんまり興味ないんで、なんかもう何見てもさ、オリンピック、オリンピックだとさ、もう鬱陶しいんですよね。だから、 その1年も本当に僕、ラジオとかテレビとか見なくなると思いますし、まあ、日本にいた場合ね。うん、だから過去の DVD を見たりとか、YouTube でオリンピックを取り上げないチャンネルをね、ずっと見続けると思います。うん。やっぱりさ、なんだろう、スポーツ選手はかっこよくて、いじめられっ子はかっこ悪いっていう考え方がよくないと思ってて、うん。ひどい話ですよ。この前もさ、自殺、ね、パワハラで自殺したりとか、いじめで自殺したりする人いますけど、 いじめで自殺するなら学校辞めればいいじゃんとか行かなきゃいいじゃんっていう意見を言われると思うんですけどなんか学校行かないとか不登校がダサい不登校ってやっぱダサいイメージあると思うんですよ不登校遅刻ね早退あと何中退とかダサいっていうイメージになってるけどそんなのさいじめる方がダサいのにいじめてさいじめってたけど過去はやんちゃだったとかさ昔は悪かったり済ましてむしろかっこいいってなってる世の中が嫌なんで。 やっぱり日本はもう、その根本的にそれを嫌だなとは思ってて、うん。まあそもそもね、2020年は本当は留学する予定だったんだけど、それ留学して学びたいこともちょっとないから今はね、うん。だからやっぱり、うん。2020年は日本のどこかで、ね、自分の配信という職業を持ちながら、 あの情報を入れるのはやっぱりそのオリンピック以外の情報を入れたいなっていうか、うん、もうね今本当にねニュースっていうのをねあえて見ないようにしてるんですけど実家にいるとどうしてもね朝ニュースがついてるんですよねだから実家出たいんですよ、うん、やっぱ自分の世界にいたいからねわかりますかねうんな感じでいやまだねちょっと、ね、レンタル Wi-Fi はね本当になんだろう義務教育とかでさ教わってることこそじゃないから 知識がないじゃん。だからちょっとさ、どうレンタルしていいか分かんないし、あの、そもそもキャッシュカードって何って話、キャッシュカードってそもそもどうやって作るのとか分かんないじゃん。ね、もう本当にね、関数とかさ、勉強してる暇があったらね、本当にね、あの、うん、キャッシュカードとか銀行についてとかもっといろいろねあの、携帯会社とかネットん、パソコンについてとか、そういうこと勉強した方がね、 いいいと思いますあの学校の勉強まあ大事な部分もあるんだけど大事じゃない部分とかあともっと学ぶべきことが優先的に学ぶべきことがあるのかなとか、うん、歴史とかさあとなんだろう古文とかさ、うん、あと理科とか社会社会はまあ結構重要なこと多いと思うんだけどうん。 理科とかは、ね、そんなに必要じゃない部分をなんかめっちゃやらされますよね。今必要とされてるなんか高校の義務教育あるじゃないですか。あそこってぎ、あ、まあ高校ってまあ義務教育みたいなもんじゃん。もう今ね。行かないとなんか話にならない状態じゃん。なのにその義務教育で教わる内容がもう博士とかになる人レベルの勉強してますね。だからまあその中学でもさ、なんだろう。もうさ、X とかの勉強、 あ,あそこらへだから中1ぐらいからの算数、数学か、ってもう必要ないですよね。うん。だったらもっと、その、ネットについてとか教えてほしいよね。今はね。もう今教えてんのかもしんないけど。あと、正直、まあ、ダンスはいいんだけど、まあでもそうだね。ダンスもいいんだけど、筋トレを教えた方がいいと思うしね。うん。高校ではもっと、ね、筋トレを教えた方がいいし、体育の授業は必要だと思うんですよ。うん。 まあもっとね、教えるべきこともあるけど、保険体育でちゃんと座学も必要だと思うしね、もっとね。あんま座学なかったよね。俺もね、年に2回ぐらいしかね、なんか座学なかった気がする、体育って。うん。なんか雨の日は雨の日で体育会。まあみんながね、あの体動かしたがるしね、ドッジボールしたがるしね。まあそれはいいんだけど。まあそんな感じで。まあでもね、そんなこと言っててもね、なんか結局はさ、何 悪いやつが勝つ日本じゃないですか。だから早くね、うんまあ、変わるのは厳しいと思うから、もうマレーシアに行く方がいいのかなと。まださ、日本人の悪いやつか、マレーシア人の悪いやつかだったらさ、日本人の悪いやつってなんか嫌じゃん。だからマレーシアの悪いやつの方がまだマシかなと思うから、マレーシアに行くっていうのは本当にありだと思う。本当、元気なおじぎは今みんなでマレーシア行こうって言ってたけど、本当ね、俺も多分ついてきますその時は。ついていくっていうか、多分一歩先に行っちゃうかもしれない、本当に。うん YouTube で成功した瞬間に行く。うん。だから、あと何年まあ、あと1年弱ぐらいかな、ちょうど。ぐらいでは、ちょっと本格的に y o u t u b e は一つの形になってほしいなっていうかな、ならせようかなと思ってて。うん。そうだね。そしたらマレ、マレーシアに行ってもさ、ネット配信できるのかなやっぱ仕事として必要じゃんネットは。だから、そういうことをやりたいなと思ってます。世界中巡ったりしてね。 いろんな世界中のフリーマーケットをめぐっていろんなものを買って紹介するチャンネルとかいいかなと思っております。はい、いや、確かにね、よくないよね。うんまあ、女子高生のさ、何やっても許される感とかもすごい嫌だし、その男尊女卑の今逆みたいなのも嫌だし、女の子は殴っていいけど男は殴っちゃダメだけど男の子は殴っていいみたいな文化もよくないですし。 うん、なんか、男女平等じゃないしね、結局ね。うん。平等にできないもんね。あの、もろもろ違うし。うん。とかさ。なんだろう、うまあ、そうだね。なんか、うん、なんかね、もやもやするよね。そう。だから早くね、この YouTube は形にしてね。やっぱその、うん。 やっぱり YouTube もねい、いつまでもそのね、2000人、今2000人台、もうすぐ3000人台になるけど、にいると、やっぱりそれ以下の人としかなかなか関わりづらいんだよね。でもっと上に行く人とは関われなくなっちゃうから、うん。やっぱ最近こう伸びてるチャンネルとかでもさ、やっぱりなんだろう。誰だホソピーさんとかすごい伸びてるじゃん。そうそう。関われなくなっちゃうからね。そう。すごい。だから俺もね、 登録者を伸ばすためにはね、頑張りたいと思います。はい。でも、どうすればいいかなと思いはあって、やっぱりチャンネルの特化させるっていうのは一つね、重要なんだけど、一、まあ、つね、思ってるのは、あのー、おじいがすごいなと思うのは、おじいって平和主義って言ってる割には、こらーっていう系の動画多いじゃん。すごいよね。炎上ネタうまいよね。 炎上させるのうまいなと思っててすごいよなと思うんだよね俺さ結構炎上正直狙って炎上させてバズらせるのってみんな結構嫌がるけど俺やりたいなとすぐ思ってるんだよそれ手っ取り早いなと思うからなのにさ炎上ネタとかは全然できないんだよね俺の過去の動画で何本か炎上してるのあるんだよそれってね大体があのみんなが怒ってるんじゃなくてみんなにバカにされてるのだから全然知識がないのにモンストの実況して めっちゃバズったんだけど、あの、アンチがもう何百人できてる動画もあるんだけど、あれって、俺完全にさ、なんだろう、まあ、炎上狙ってもなかったし、なんだろう、なんか、怒ってる動画とかでもなんでもないんだよねな。何かで文句言ってるとかさ、なんか、そう、火種が何にもないっていうか、ま、あ俺がもう一に詳しくないのに、もう一人やってるってだけだから、そう、だからなんか炎上ネタがないんだよね。本当は昔とかも、マスオ TV が炎上した時にさ、俺すごいマスオ TV 好きだったから、 ああがっかりだな、みたいな。もうマスオ TV は YouTube にいらねえとかって言ってたんだけど、それ炎上して、ウームかなんかに消されちゃったのかっけな。だから今ないんだけど、うん。だけどね、そういう狙ってもそこまで炎上しないし、でもね、あれは一時ね、あの、マスオ TV ネタはね、結構成功したんだよ。炎上狙って、炎上したん、ちょっと。で、登録者がね、その時200人、300人のレベルだった気がするんだよね。そこは一気にその倍ぐらいにはなった気がするんだよね。うん。 で、もう一個僕のチャンネルでやっぱ伸びたのはハードオフネタなんだけど結構今ハードオフってあのタイトルに入れれば伸びるって気づいてる人多いよね、うん、僕それがね結構早く気づけて、うん、偶然ねそんでハードオフネタをバンバンやったらあの、まあ、その時800人ぐらいかな800人から1000人超えて1200人ぐらいまでが本当一瞬で行ったんだよねだ1000人の壁を超えるっていうその壁を頑張って超えるのにやっぱ必要だったのがハードオフネタなんだけど 今でもやっぱハードオフとか好きだからさ、うん、これからもハードオフネタをやっていけば、もう確実に6000人はね、すぐ行くと思うんだ。多分6000人は行くと思うんだよね、ハードオフネタをさ、いくら知識ない状態で適当にやってても、多分6000人はハードオフネタに特化すれば行けるとは思うんだけど、なかなかねなかどう、どうやっていいのかいまいちあれだし、なんか知識ないと本当ね、厳しいんだよね。あと、今までは知識なかったんだけど、熱量で、 こなしてたの、こなしてたってできてたんだよね。ハードファイがすごすぎたから。今はちょっとね、どっちかっていうと特撮とかさ、アニメ、アニメ、アニメも、まあ、アニメも,もんか。特撮とかアニメとかさあ、あとはなんかエンターテインメント系とかなんか色々結構なんかもろもろに、ツイキャスとかもそうだけど、あの、あとはなんだろう。 うん、ちょっと痩せようかな。ね、女の子と彼女を作りたいとか、そういう方にさ、意識が向いてるから、ハードオフに対する熱がなくなっちゃったから、知識もなくて熱もないと、本当動画を作りづらいんだよね。でもね、いずれちゃんとした動画をね、作っていくつもりです。うん、やりたいこともいっぱいあるし、LD プレイヤーとかね、これ紹介すれば絶対1000回再生は、紹介するだけでね、1000回再生いくっていうのとか、あるんだよ。ハードオフで500円で買って、ピックアップレンズ磨いただけで治ったあの、 あるの LD プレイヤーとか。これね、結構 LD とかと紹介してさ、ちゃんとしてる動画ってあんまないじゃん。ね、YouTuber が顔出しでさ、LD プレイヤーですって言ってるの。だからやればいいんだけど、やるか。うん。あとレトロゲームとかね。やっぱ僕のチャンネル見てる人、レトロゲーム好き多いから、ゲーム実況チャンネルも動かせばもっといけるだろうし。うん。 あとは、その、レトロゲームとかね、軽く紹介。まあ、難しいんだよね、レトロゲームもね。著作権がどこまであるかっていうのが厳しい、難しいところでさ、実況ってしていいのか、いいも良くないのか、よくわからないんだよね。うん。難しいところです。はい。著作権にはね、気をつけていきたいなとは思っているっていうか、うん、馬鹿見ちゃうからね。著作権をさ、なんか、ね、うまく、もう、うん、わざと破ってさ、 バズってそれ得するならいいけどさわざとじゃない場合さ結構損しかしてないからねだから著作権は本当守っていく必要があるなと思いますはいまああとはそうだねやっぱおもちゃ関係とかもいまいちおもちゃ関係ってやっぱやってる人が多いのかもしくは俺のおもちゃ関係の動画の作り方に問題があるのかわからないんだけどいまいちね伸びないんだよねおもちゃ動画は結構ずっとやっててむしろ俺 YouTube 始めて一番最初に始めた 内容はどっちかっていうと、おもちゃ関係なんだよね。ポケモンカードとか、チョコエッグとか、ガチャポンとか、フィギュア、ソフビとか、そういう系の紹介から入ってるはずなんだけど、ハードオフは伸びるのに、おもちゃって一向に伸びないんだよね。まあ、のまあ、伸びないというか、おもちゃ好きで来てくれてる人とか、あとサブチャンネルのおもちゃ専門のチャンネルは、登録者500人はいてくれてるんだけど、どうもね、何なんだろうね。やっぱり僕のチャンネル、ゲーム好きな人、男子が多いのかな。うん。 あとはその僕本人をどんだけにあのこのチャンネルを見てる人は認知してくれてるかが気になりますねうんあとね結構最近思うのはそろそろなんかね YouTube を結構見るようになるとねあのー、僕のことをねリアルで知ってる人は気づくぐらいにはなってきたと思いますそうそう YouTube よく見てるよって人でさあの僕とリアルで知り合いの人とかはたいあ YouTube やってるんだねって気づくんだよね あ、チャンネル大きくなってきたなと。うん。でもさ、こういう雑談動画っていい,いいと思うんだけど、この動画自体でバズっていくっていうのはなかなかないと思うんだよね。うん。だからやっぱり、その、なんか、うん、炎上ネタはな、結局ね、炎上ネタね、俺ね平和主義とか一切言ってないんだけど、やっぱり、炎上ネタとか面白くないじゃん、作って。あと、あと、やっぱり、 後味悪かったりするから、やっぱりまあ楽して、ね、楽しく YouTube やりたいわけじゃん。だからそうなってくるとやっぱおもちゃ動画がやっぱ楽しいんだよね。後から見たりさしても。あと動画映えするしね。あとまあハードオフネタもそうだけど、うん。とかなんかのを作ったりとか、楽しいよね。だから物を作る動画もいいんだけど、それってかなりね、量産できないのよ。うん。あれね、結構コスパ悪いし、うん。 まあコスパっていうか、お金はあんまかんないんだけど、結構大変なのよ、作ること自体に。できればさ、毎日3時間雑談動画をさ、まあ、30分、6本作ればさ、面白くないそれが一番楽しいじゃん、そんなに日常的な。だから、なんだろう、一日中配信してる人さ、もうキャス主は一日6時間とか配信するキャス主だったり、ライバーっていうの、ライブ、ライブ主、わかんないけど、そういう人も、それをさ、もうちょっと、もうちょっとだけ濃くして、 ポン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 と切り取って動画にするで成功すればいいよね。うん。とかも思うけど、ただ僕は今何者でもまだないから多少ちょっとした YouTube やってるぐらいの人だからそういう人の雑談ってなかなか厳しいと思うんだよね。うん。だからなんかね、この雑談にもね、色をつけていったりとか、うん、なんかね、あとはなんかいくつも継続してやる。やっぱだからこういう雑談とかも作りつつ、 手元撮影だけのおもちゃ動画とか、おもちゃ紹介したりガチャポン開けたりとか、ハードオフならしね、紹介したりとか、ハードオフのなんか動画出したりとか、うん。そういうのをやっていくの必要があるのかなと思います。で、ところどころ筋トレしたりとかさ、うん。最近も筋トレしてるんだけどね、やっぱ動画にはしてないというかさ、うん。感じです。はい。あとは商品紹介とかもね、したいなと思っていたりとか、あとはね、なんか、モノモースとかもね、まあいいんだけどね、 あれはね、そのなんか嫌なことがあったりとかするストレスを発散するっていう意味ではいいんだけどなんか作ってる楽しかったりとか後で見て楽しかったりとかはなかなかないんだよね難しいとこです。はい。で、早くね、もしね、その兵庫に行くことになればねアパートにねあの i ビデオかなんかでまあ多分 i ビデオで借りると思うんだけどレンタル、w、i イファイをね無制限のね 3ヶ月ぐらいで多分3ヶ月レンタルで半年ぐらいの、ね、絵って思いうがな半年レンタルとかでまとめてお金払ってさ借り入れてればさ、うん、そうそうすればあのー、兵庫行ってあのー、物に頼らない、うん、多分こういう雑談系とかもっともっと多分一日で配信する量も増えるんだよね 結構ね、この家にいるとね、やっぱ実家だからもうだらーっとしちゃってるし、髪の毛とかもだらーとしてるし、まあ何よりね、この服装に関してはやっぱり猫がいたりするから、あのこういうね、まあおしゃれ着てもおしゃれじゃないけど、まあこういう外着ぎ着ぎをさ、着てらんないっていうのもあって、あっちだとね、ほぼ一日こう、外着で行っても大丈夫な猫いないし、ペットいないから。だから早くあっちの家に行きたいなと思っててさ、うん、まあそしたら痩せてさ、 彼女とまあでもね恋愛関係に関してはねエピソードトークをしづらい部分があるんだよねやっぱ人と相手があることだからうんだから、ね、エピソードトークは何だろうねまあなんか本当ト大したことない話とかの方がいいのかなうんだ誰かを批判するとかになっちゃうと今度またそれでリアルでその人と会った時にさ気まずくなったりしたら嫌じゃんだからそのなんだろう誰も傷つけないエピソードトーク をね、作っていくって結構縛りはあるけど、その中でもやっぱりさ、テレビ番組の話とかもしたいよね。今日の何、何例えば、今日の、えー、なんか今、まあ、今なん,なんか面白いものがあったかな。まあ今日のなん、例えば、ポケモンのアニメ見た感想とかさ、とか,なか、なんか、テレビとかさ、今、この家にいるとテレビ普段見ないからさ、テレビ情報がないんだよね。テレビはテレビで見たら面白いと思うから、 テレビの情報とか、あと本屋さん行って本探したりとか、結構なんか広がりそうなの、ね、で、あと YouTube とかも見てさ、いろんな、ね、ネットとか、ほんで、あの、あっちにいると結構自由な時間が増えるから、いろんな人とコミュニケーションも取れて、ね、今昔は元気なおじいと結構やり取りさせてもらったりしたけどさ、もっと他のユーチューバーさんともやり取りしたりしててさ、お互いにいい関係になれればいいかなとか思っております。はい。この動画に関してなんだけど、なんだっけな、リオチャンネルさんかなか だ,だよね確か、うん、逆にコメントでいただいたんだけど別に BGM いらないよみたいな話だったので、うん、だからこの動画も編集せずにね BGM なしでアップしち,ゃしちゃいたいと思います変にね BGM ある方が逆に見づらかったりしますよね、うん、イキャス見てと思うのはやっぱりね棒読み BGM あとカラオケ そこちょっとテンション下がっちゃうよね。見てて。うん。カラオケなんてうるさいだけだし、BGM がうるさいとさ、なんか、あと BGM って正直なくてもさ、スイキャスだけをじっと見るわけじゃないじゃん。大なんかしながらとかだから、むしろその喋り声自体が BGM だから、BGM っていらないのかなって、YouTube とかって意外と。ちょっと昔もね、一時思ってて、タイトルに毎回 BGM なしとか書いてた時期あったんだよ。BGM 入れなかった時とか。うん。だからそういう時期もあったぐらいだから、やっぱ BGM はね、 俺もね、いらないなーって、その、両チャンネルさんのコメントとかで思ったんだけど、うん。そう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 ,そう、だからね、BGM 入れずに、エンディングは本当に入れたいんだけど、そうするとね、動画全部編集してバーンしなきゃいけないから、そうなってくるとね、結構エンディング入れるだけなのに、めんどくさい作業いっぱいしなきゃいけなくなっちゃうから、それね、コスパ悪い,いじゃん。コスパって言っていいか分かんないけど、うん。だからこのまま、もうなんか、最後のさ、じゃねーみたいなところに、もう関連動画とチャンネル登録のあれがね、出るようにしとって。 たいなと思いますビックリマークもあるじゃないですか、ここら辺かなんかに。ビックリマークは今のところ利用してないんだよね。うん、あんま僕ね、動画見てて、このビックリマークが必要だなと思わないので、ビックリマークは利用してないんですよね。あと、動画の最後のチャンネル登録ボタンに関してもそんなにいらないかなとは思ってるんだけど、まあ一応ね、入れてるんだけど、最後の関連動画だけはね、結構いいなと思うから、あれは必要だと思うんだけど。まあ、やっております。はい。 まあそんな感じで今日もね、日曜の朝なんでね、うん、動画を上げて見てくれる人がいたらいいなと思ってます。でまあこの動画は一つ編集せずにね、上げていきたいと思います。BGM なしでね、うん。今朝もね、ツイキャス見てたんですよ。うん。えっとね、二人見てたかな。うん。二人ともね、あのキャバ嬢の仕事終わり、朝5時ぐらいから6時ぐらいまで見てたんですけど、うん。でね、自分もね、一応ね、一枠だけ配信したらね、 結構ね、ラジオ配信なのにね、女の子が何人か来てくれてね、そんでね、彼女を募集っていうなんかハッシュタグつけてたから来ましたみたいな人もいて、一人だけね、彼女になりたいって人もいたりとかね、楽しくやっております。うん、でもね、そう、ツイキャスも楽しむっていうか、やっぱ彼女は作らなきゃいけないからね、友達、出会いがないから友達も欲しいし、やっぱね、そういうのは必要だから、ツイキャスもやっぱ必要だけど、YouTube は YouTube でね、まあ、 なんだろうあんまりこういうこと言いたくないけど、まあ、いわゆるお金もらえるからさ、お仕事でもあるから、やっぱり。ちゃんとね、動画を作っていきたいなと思います。うん、おもちゃね、おもちゃね。いや、今ね、テ,テーブルで上もね、飛び方はビルドシティ状態で、こういうね、食玩サイズのそこでガシガシ遊んでるんだけど、いまいちおもちゃ関係を動画にできてないというか、やっぱこの机で、今ね、撮ってる机があるんだけど、この机で結構おもちゃ遊びしてて、それをね、動画にして、 しやすいんだやっぱりいつもここにいるからすぐ動画できるじゃん。なのにいつも別室で撮ってたからそうなってくるとやっぱここでやっぱ動画撮った方がいいのかなと思ってて、うん、ちょっとなんかうまいねことをね考えていきたい。撮影場所をね手元に立てもね。でこういうね顔出し動画もねどんどん作っていきたいと思います。はい。ああやばいな。なんか話したいことをね本当はね 15分ぐらいで3本に分けるの。なんかおじんにもね、その動画見てくれたみたいで、なんか、あいい作戦だねとか言ってたんだけど、言ってくれてたんだけど、俺別にそ特に作戦とかって考えてたよりは、あの、3本に分けた方がさ、タイトルを別のタイトルつけられるから、何かしらで引っかかってくれる人が増えるかなと思ったから、あれしただけなんだけど、そうそう、やっぱ、なんだろう、1本にまとめちゃうとさ、なんか、 タイトル検索で引きかかりづらいのかなとかいろいろ思って、あれ3本に分けたんだけど、うん、今回はね、話したかった内容、まあ大体この1本にまとめちゃったんだけど、うん。もっと緩い雑談とかもあっていいのかなとか思ってて、もっと緩い動画、うん。だから本当に、まあ、<laughs> これもまあおじいじゃないけど、コーヒー飲んで、飲んでまあ俺ガリガリはやったことないんだけど、まあガリガリでも買ってもいいなと思ってたぐらいなんで、思ってるぐらいなんだけど、コーヒー飲んで、 みたいな感じのだけもうなんかあ、お前何やってんのぐらいの感じでも面白いかなと思ってて、ツイキャス見ててもね、ずっと自分が寝てるのを配信してるだけの男の人とかもいて、ほんと面白いんだよね。ほんと自分のただ単のね、ただの,あの自分の部屋の生活をただ動画で丁寧に撮ってるだけのね、チャンネルとかもあってね、面白いなとか思ってるけど、うん。まあそのバランスはね、ゆ緩くなりすぎてもね、あれだしね、そう、はげ、うん、まあ、カッチリしてるのはカッチリしてるのもいいんだけど、 どこまで緩くするんだけど、たださ、何、何でもかんでも動画にすりゃいいってもんじゃなくて、やっぱ、見てる人のその気持ちは考えないといけないと思うんだよね。YouTuber <music> ーーは何もかもを動画にすればいいんじゃなくて、まあ、視聴者が見たい、見て楽しいものだったら何でもかんでも視聴者が見たいような形として動画にすればいいんだよ。何でもかんでも動画を撮るのはいいんだけど、それをうまいこと視聴者が見,、ね、見たいなと思うような状態にしなきゃいけないんだよね。だから何でもかんでも動画にするだけが YouTuber ではないというね。 この難しさね。うん、だから、ほんと、例えばさ、どっかせっかく旅行行くんだったらね、ね何でもかんでも動画撮って、そんで動画にするのが YouTuber とかも思うかもしんないけど、ねよくわかんないやつがさ、YouTuber の一人がさ、動画旅行行った動画ってそんな見たくないじゃん。ひかきんが旅行行ってとかでもそこまで見たくなくない、まあ、まあ、俺、俺まあ、ひかきんだったらあるかもしんないけどで、俺とかがどっか旅行行って動画とかそんな興味なくない、うん しかもただ景色撮ってる動画なんかなおさら興味ないじゃん。うん。そういう感じ。な感じで。まあちょっと30分近くなっちゃったんだけど、朝の雑談とさせていただきたいと思います。ほんでね、えっとね、今日もね、せっかく準備したからな、あと1本ぐらい動画作りたいんだけどな、LD プレイヤーを紹介するって今思いついたのは、 うんちょっといろいろね、またね、そのね、ハードフ系って結構準備が必要なんだよ、撮影に。準備とその作業も大変だし、の片付けも大変だったりするんだよ、ハードフ系の動画って。だから最近ね、俺がちょっと見逃し踏んでるところがあって、うん。おもちゃ系の方がね、やりやすいんだよね。あの、揃えるものが少ない。ハードフーは一つの機械とかに動かすにしてもさ、ね、読み込むメディアがあったり、ね、LD プレイヤーだとしてもさ、まあ、AC アダプターとか元からついてるからいいけどさ、 それをテレビにつなげるケーブルとあと LD のディスクとあとそのテレビも用意しなきゃいけなくてテレビのコンセントつけたりコンセント伸ばしてとか結構大変なのよ。うん。しかもでかいし、うん。だからおもちゃのほう取りやすいんだよ。うん。おもちゃはおもちゃで面白いけどね、おもちゃ乗れないんだよね、今一つ。おもちゃ動画がね、ほんとね、バズってくれればね、一番嬉しいんだよね。楽して、うん、楽しいことをして、いっぱい見てもらえるっていう。うん。 だからちょっとね、今一番考えるのはどっちかなと思って、頑張ってハードフ動画を作るか、頑張ってバズるおもちゃ動画を作るか、だから視聴者が見たいなと思うようなおもちゃ動画を作るか、そこにね、かかっております。はい。うん。いや、どうかな。今日ね、ちょっとね、髪の毛も黒いことだし、ちょっとインナーが黒かったので、ネックレスもちゃんとつけてあの、ちょっと暗い服を着てみました。 どうかなちょっとだけなんか締まって見えるかなそうでもないかもうちょっとね痩せないと痩せればねなんかもうちょっとなんかアイドル的要素が出せるんだけどねそのか何かっこいいを売りにすればさ一つさ何でもない動画でもさかっこいい人が喋ってるっていう動画になるじゃんだからねやっぱ、うん、体型はちゃんとしようと思います やっぱ兵庫の家行かないとん、ね、よ今日もね家にあったキットカットを一袋食べてしまったあのお得用キットカットをブワーってなんだっけな寝起きかなんかだったんだよねすっげえ甘いもの食いてと思ってそれもうバカババーってあっ食っ,ちゃった食ったけどなんか歯満足よみたいななんかすごい甘いものが食べたくて最近甘いものはあんま取らないようにしていたなわけでもないけど確かに取らメではあったというかねしょっぱいものを食べちゃったのかななんか昨日の夜天ぷらとか食ったからもうダメ 天ぷらとかに、ね、出てくるんだもん、夕飯で。甘やかされてるな。うん。ということでね、今ね、27分ぐらいで一回締めかけたんだけど、せっかくだから30分いこうかなと思って今30分になったんで、まあ30分動画ということでね、僕はね、ツイキャスの男なんでね、やっぱり30分っていうわけでね、ちょっとやっちゃっております。じゃあ、えー、次はもう1分ぐらい動画作るかな。うん、じゃあまた。